じゃあこんにちは、豊さん。はい、はい、オールスター戦ね、はい、今年は無事にお祭り終わりました。はい、楽しかったね。はい、そうですね、やっぱり見どころ満載ですね。まあ、そうだね、はい、ということで2021、はい、オールスター戦、はい、豊の目目ということで目を書きましたけども、はい、まあいろんなことを感じたんだけどね、はい、ちょっとあの一つ一つ、うん、まあトピックス風に説明をしていきたいと思います。はい、今回は7項目ね、はい、その中で順を追ってちょっと説明していくけども、はい、まず最初は両監督の采配ということで、まあ、原監督がやっぱ勝利をね目指して、まあ、ヤクルト中村の時にバントをさせたという、うん、ね、そしてそのバントでノーアウト1・2塁だったんだよね。それで1塁が空いたバッター近本、はい、工藤監督が申告敬遠をしたと、近本をね。で続く中野が、まあ、フォアボールを取ったんだけど、はい、まあ、それでセ・リーグが勝利と、うん、で我々の頃ってさ、やっぱこう招集されて監督の最初ミーティングがあるんだけど、はい、その時に何を言われたかというと、やっぱ交流戦もない時代だったし、はい、で瀬とパッというのが完全に分かれてたんだよね、うん、全日本も何もないし、うん、でその時に言われたのがパリーグには絶対負けないと。で勝った時に勝利球っていうのがあるんだよね、はい、チームに、うん、それを手伝ってくれた浦笠さんに分配しようと、汗水垂らしてね、我々の練習に付き合ってくれていろんなことをしてくれる浦笠さんに、うん、ね、詐称だけどもその勝利球を分配して渡してあげようというのが恒例だったのよ。やっぱり真剣勝負だったのね。はい、で最近っていうのはお祭り感っていうのがすごくあって、それもそれで楽しいんだけども、うん、やっぱ両監督ってその時代を生きてきた人間じゃない。はい、その真剣勝負の瀬戸パトリの真剣勝負を、はい、だからそういうところがまだ両監督には残ってたのかなっていうふうなことを思って、うん、なんか少し安心した気持ちと、はい、今の選手たちがどう思ってるのか、うん、まあ、そういうものもちょっと気になったけど、うん、でもヤクルトの中村がねバントした時に帰ってきて笑顔で、うん、それあそこで打っとけばヒーローで MVP かもわからないんだからさ、はい、セ・リーグの威信をかけてね、まあ、戦うオールスターがあってもパ・リーグの威信をかけて戦う、そういう戦いがあってもいいのかなっていう、うん、だから両監督っていう采配が、まあ、2戦目にはリクエストもしたしね、うん、監督が、はい、あんなのほっとくんだけどさ普通さだけどリクエストをして、はい、まあ、それが覆りみたいな、うん、やっぱ勝利への執念を見せてくれたっていうのは、はい、やっぱ指揮官としてはやっぱあるべき行為だよね、うん、だからすごくそういうところではなんか我々が見ててホッとしたっていうこともあるし、うん、まあ皆さんがどう感じたかっていうことだよね。でも俺はホッとした、だからいい采配だったなっていうふうに、ん、でも原監督はやっぱこうオールスターだけどなんかそんなにお祭りというかなんかやっぱこう選手を預かってる責任とやっぱ勝利勝ちたいというやっぱやるからには勝ちたいという、はい、なんかそういうなんか表情を見せてくれたのがすごく頼もしく、また工藤監督も同じく、はい、うん、そういう風に見えた、うん、ね、はい、で2番目、はい、坂本と菊池、はい、1戦目にさダブルプレーのケースがあったんだよね、はい、この2人っていうのはおそらく侍で二遊間を守るっていうふうに思ってるわけ、はい、それもレギュラーで出るんじゃないかっていうふうには想像されてて、はい、俺が守備走塁コーチをねアテネの時に受け持った時に何が心配だったかというと、はい、やっぱコンビネーションなんだよね。いつも組んでるあうんの呼吸でできるプレイヤーとは違ってやっぱ初めて組むじゃない、はい、まあ、初めてでもないだろうけども、でもそういうコンビネーションってどうなんだろうと思った時に実に スマートにスムーズに何の心配もいらないなっていうぐらい、まあそれはもうお互い一流プレイヤーだからさ、うん、それは心配はいらないのかもわからないけども、いろんな癖を持ってるプレイヤーとかいるわけね、はい、例えば投げる球がシュート回転必ずするとか、はい、スライダー回転するとか、そういうことも含めてコンビネーションどうだったのかなっていうふうに思うと、もう実にスムーズだった。だからすごくなんか見てて、ああやっぱさすがやっぱり一流プレイヤーだなとかね、なんかすごく安心感を持てる、はい、そういうプレーを見せてくれたと、はい、とか一つの安心感、やっぱりね、うん、大事な場面でさ、はい、ゲッツーが取れるか取れないか、うん、ランナー残って、はい、それが得点になるとか、ワンアウト1・3塁でゲッツーが取れなくて3塁ランナーが帰って1点だとか、うん、そういうことにならないようにやっぱコンビネーションというのはすごい俺がアテネの時受け持った時にもすごく神経質になった部分、ね、だからそういう意味では
なんか安心感があった。で3つ目、はい、はい、ユーティリティね、はい、ユーティリティっていうのは栗原ソフトバンク、うん、ね、第2戦で、キャッチャーやりファーストやりサードやりレフトやりという4つのポジションをこなしてくれた、うん、ね、まあこれは工藤監督の采配だと思うけども、はい、全日本に向けてやっぱ予行練習をさせてあげたという、うん、オールスターの中で、はい、まあオールスターでそういうことやっていいのかどうかっていうのは賛否あると思うけども、はい、でもそれはやっぱ工藤監督がやっぱ栗原にやっぱこう鼻向けとしてちょっと一応やっとけと、うん、ね、どこでもできることもアピールし、まあ、本人もやることによって安心感が生まれたと思う、うん、やっぱ久しぶりに守るポジションなんてキャッチャーなんて全くやってなかったわけだから、はい、でもまあ無難にこなしね、うん、ユーティリティ性を見せてくれた、はい、これはやっぱ全日本のコーチ監督、これは少し安心材料になったのかなという、うん、これ2つ安心材料ができたということ、はい、だからこれはすごい良かったなって思うよね。やっぱりこう実践でっていうのが貴重な機会だったということですよね。やっぱり実践できるって言っててもさ、いざ実践になるとさ、やっぱこう思い出さなきゃいけないことってたくさんあったりとかするから、早めにできたということはすごく栗原にとっても一つ安心した材料になったかなっていう、そんな感じがしたよね、はい、で4つ目、はい、勇気を与えた MVP、 これはやっぱ島内だね。うん、震災から10年で楽天が球団を持ち、勇気を与えていたと思う、はい、与え続けてたと思うけど、はい、まあ、その中で島内がやっぱ MVP になった、ね、これはやっぱファンの後押しもあっただろうし、はい、やっぱ島内の心でやっぱこう楽天の誰かが取ってほしいっていう気持ちがあったんじゃないかなっていう、うん、だからすごく打席での集中力も感じたし、はい、見事のタイムリーだったし、だからすごくいい印象だったなっていう、はい、まあ、ここの丸×してたけど、はい、まあ相手の、まあ、4番だからさ、ここのお笑いはいらなかったと思うけど、まあ、それで真剣なプレートのこうバランスギャップがな、そういう感じではないですか、まあ、ギャップはさ楽しめたと思うけども、はい、でも昔さ各チームの4番バッターがあんな丸抜して打席に立つかって言ったら俺は想像できなかったんだけど、はい、まあ時代も変わりね、うん、オールスターのなんていうの意味合いも変わってきたという、はい、まあ、昨今だから、はい、だからまあこれもしょうがないと思うけど、はい、でもハートは熱かったよね、うんうん、だから仙台でご覧になった方、まあ、テレビでね応援されてた方、うん、まあすごく勇気をね、うん、島内が与えたんじゃないかと思って、はい、すごくいいシーンだったなっていうね、いいバッティングをしたなっていうふうに思うよね、はいはい、続いて5つ目、佐藤と宮城、まあ、ルーキー対19歳、はい、若手の2人の対決でした、うん、おじいちゃんおばあちゃんの前で、はい、仙台では、ね、はい、ホームランを打った。でもこれなぜ取り上げたかというと、はい、まあ、ルーキー あのホームランというのも素晴らしかったし、うん、まあ、19歳宮城ね、はい、というのも出場したということは見事だった、はい、この2人っていうのはこれからの、まあ、セパリーグは違えども日本のプロ野球を背負っていく2人かなっていうふうに思って注目をしててね、うん、まあ、佐藤がホームランを打つようになったんだけど、はい、今年オリンピックがある、うん、で全日本を組む時にもやっぱ佐藤が中心宮城が中心ってなってくる時代が来るよ、はい、その対戦をいち早く見れたっていうのはさ、うん、すごくなんか新鮮でもありなんか頼もしさも感じね、はい、だからいい戦いだったなっていうふうに思うよね、うん、うん、で6つ目、はい、ホームスチール危ないよ、大島がさ、中日の大島がなんで走ったのか俺分からないんだよ、まあ隙はあったら走るんだけども、でも打席に立ってたのが、まあ、侍の4番を打つんじゃないかって言われてる鈴木誠也だったでしょ、はい、ということはやっぱ黙って打つのを待つのが普通なんだけどね、うん、まあまた右バッターなので、うん、見えないよね、見えないですよね、そうそう、だから鈴木も打っちゃったんだけどさ、はい、でもあれフルスイングしてたら大島が当たってたかも分かんないよでも途中で振る瞬間に気がついたんだろうね、はい、気配を、はい、だからちょっと中途半端になっちゃったけどさ、はい、やっぱ怪我しなくてよかったと思って、うん、だからもしチームでさピッチャーとかね打席に入ってる時だったらそのホームスチールっていうのは考えられる、はい、まあ夢の球宴だからさ、うん、いろんなプレーを見せてくれるっていうのはその勇気にはすごく拍手を送りたいけども、はい、やっぱ相手
打席に立ってるその4番候補がさ、侍の立ってるということはさ、はい、ちょっと危険度がすごく高かったよね、まあ、いやだって引っ張ってファウルで直撃食らうっていうこともあるしさ、はい、だからすごくこうシチュエーション的にはすごく危なかったけども、そのアイデアとしたらね、うん、すごくやっぱり夢の球宴だし、まあ、過去に新庄がホームスチールしたようにそういうプレーをなんかこう見せてくれるっていうのは、そういう発想があるっていうのはすごく楽しかったけどね、はい、でも危なかったなっていう、ちょっとタイミングがドキッとしたタイミングが悪かったで、無念の欠場、はい、これはマー君と浅村、はい、ね、そうですね、あのワクチンの副反応ということでしたよね。そうそうそう、副反応ぐらい大したことないんじゃないのっていうふうに思ってた。俺も一昨日ぐらいに受けたの、ちょうどね、はい、同じ時期に、うん、副反応ってひどいな。どんなのがありますか？いや俺はね、はい、熱とかいろいろ言われてるじゃん、だるさとか、うん、だけど俺は腕の痛みだったのよ、筋肉痛みたいなのがあるよって、うん、でも俺寝返りが打てないぐらい痛くなっちゃって、はい、で腕が上がらない、それはやっぱこれが野球やってるところじゃないよなと思って、うん、まあ本当にたかが腕の痛みなんですが、うん、これは野球できない、うん、バットも振れないと思うし、はい、まあ、左腕に打ったとしてもね、マークなんか投げるときに左手も使うじゃない、使えないよ、うんうん、だからまあ無念の欠場とはなったんだけど、はい、仙台でやるね第2戦のオールスター、はい、まあ、マー君とか浅村とかやっぱ楽天の顔じゃない、はい、でましてやマー君なんかさ、復興に向けて一番勇気を与えた人かもわからないよね、はい、その人がそのマー君が欠場しなきゃいけなかったっていうのはすごく、まあ、仙台市民もそうだろうけど、震災というかさ、そういうところを受けた人たち、うん、もうやっぱマー君が出ない、浅村が出ないっていうのはすごく寂しかっただろうなということも思いね、はい、うん、でも本人たちが一番悔しかったと思うよ、やっぱりこう勇姿をね見せてあげたかったなとか、はい、そういう思いがねあったと思うよね、うん、だから残念なことはやっぱこう副反応で出れなかったというワクチンのね、はい、もうワクチンを打つタイミングはもう難しいな、難しいですね、いや難しい難しい、でもシーズン中に打ってさ、またこういう副反応が出て休みっていう、まあ楽天なんていうのはいいところにつけてるからさ、欠場するわけにもいかないしね、うん、でもまあオールスターだったからまあ勘弁してもらって、これが待ってるから、そうですよね、侍ジャパンが、ま、そうですよね、そうなってくるといつ打つんだっていうことで今回のタイミングだったんでしょうけど、まあそうだよね、一番いいタイミングを見計らってだと思うからね、うん、まあしょうがないよね、はい、であとはもう頑張る侍ジャパン、そうですね、オールスター終わり、ね、オールスター終わりで、オールスターの中でもね出れない人でも、選ばれなかったこのジャパンにね、うん、人でもやっぱこうなんていうの、選ばれた人たちに必ずエールを送ってたと思うよ、はい、それを力にねもう集中して、はい、侍ジャパンに頑張ってほしいと思います。間もなくですね、間もなく、はい、でこの動画でもこのチャンネルでも侍ジャパンを追っていきたいと思います、はい、ね、はい、オールスターとりあえずお疲れ様でした、はい。